戦外霊は、長野県上稲郡飯島町と木曽郡大桑村に、またがる、標高2734メートルの山。木曽山脈の主猟線上にある、痩せたいワオのピークで、日本で82番目に高い山。周辺の木曽山脈の山域は1951年11月22日に、長野県の中央アルプス県立自然公園に、指定された。 南駒ヶ岳とコスモ山との間にあり、山の上部は鉱山帯であり、マツや投薬林道などの鉱山植物が分布している。周辺ではマツの種子を餌とする星ガラスが見られる。山頂部は鋭い先頭の岩場で風化しやすい稲川、ソリューカ光線緑岩で構成されている。西面は今朝沢谷に向かって切れ落ちた断崖絶壁である。山頂は 三原市がよく、東に赤石山脈とその稜線越しに、富士山、周辺の中央アルプスの山々、西に糸瀬山その遠方に、白山、御岳山などを望むことができる。山頂付近の稜線からは東に稲谷を見下ろすこともできる。麓の飯島町役場からは、南駒ヶ岳の南側に山頂部を望むことができる。別称として、前岳と呼ばれていた。 仙外霊に直接へ登る登山道はなく、南駒ヶ岳やコスモ山登頂寺や中央アルプス、重装寺に登られている。南駒ヶ岳から仙外霊にかけての急州なや瀬尾根の東下後部には、鎖場がある。山頂に至る以下のルートがある。南駒ヶ岳の西尾根の登山道から望む仙外霊、中央アルプスの友人の山小屋は、完全予約制となっている。 駒ヶ岳頂上3層にのみ、キャンプ指定地がある。周辺には、コスモ小屋やすり鉢久保避難小屋などがあり、友人の山小屋では登山シーズン期間に営業が行われている。基礎山無薬資料線にあり、北側の南駒ヶ岳から伸びる尾根はこのピークで、コスモ山に向かって南西方向に折れ曲がる。山頂から東南東へも明瞭な尾根が伸びる。 山頂の北北西 1km には、南駒ヶ岳、南西 1.6km にはコスモ山、西北西 7.4km には糸瀬山がある。東の稲谷川の上空から望む木曽山脈と、木曽谷の西奥は、御嶽山と日田山脈西側の小州山から望む、中央アルプスの周辺の山、右端側のコスモ山付近が、木曽山脈の森林限界の南限である。 稲川ダム以下が源流となる河川で太平洋へ流れる。山頂の 6.8km 西には関西電力の稲川ダムがある。ありがとうございます。